はい、皆さんこんにちは。レックス認定講師の横溝です。今回はですね、約5ヶ月で行政書士試験の合格に必要な知識をしっかり身につけて、なおかつやはりそれをね、合格ラインに持っていくということを目指した、まあ行政書士合格講座の上手な使い方というのでですね、お話をしていきたいと思います。実は6月4日渋谷駅前本校なんですけれど、6月4日から民法の合格講座のクラスがスタートします。で、ここからが合格講座スタンダードコースといってですね、いよいよ本格的な合格講座のスタートということになるんですね。で、この6月4日からのクラスなんですけど、しばらくは月目でずっと進んでいって、民法と一般知識まで行きます。その後月目と、それから日曜日のクラスがあるんですが、両方をうまく組み合わせて、受けていっていただくことで、実は行政法やそれから商法会社法まで全て生講義で受けることがもちろんできるというようなクラス設定になっています。まあ、その間合わせてご自宅でね、憲法に関しては私が収録した講義を、まあ、全10回なんですけれど、一緒に同時並行で受けていっていただければ、まあ、それで実際に合格に必要な知識というものがしっかり身につけられ、さらにこのスタンダードコースの中には公開模試も入ってますので、模擬試験でしっかりとその自分の知識の確認ができる。まあ、最近の試験に関してはやはり5ヶ月6ヶ月というような短い期間でね、勉強して合格していく方というのも非常に増えてきています。そういう声に応えようということで、合格講座スタンダードコースというものが生まれたということなんですね。6月4日です、渋谷駅前本校で合格講座スタートします。ぜひここからですね、しっかり頑張って合格を勝ち取っていただければというふうに思ってます。教室でお会いしましょう。お待ちしてます。